横浜市金沢区福浦の工業団地の、前回台風15号で大きく被災した、場所です。昨夜の台風19号の被害はそれほど大きくなかったと思いますが、この道路の状況を考えますと、やはり冠水して海水が上がってきたと思われます。片付けられてたはずの、木やいろいろ少しゴミも散らかってます。関東整備局の職員の人が、現場の確認に来られています。大きく積まれた土のうの方も一部ずれたり破れたりしています。土のうが崩れているのが分かります。木の様子は、追加で折れている木は少しありますけれども、前回の15号の時のように根元から折れたりしている木は見当たりません。積まれてた土のうは護岸の方は落ちています。マンホールのところの穴は大きく拡大しているようです。これ以上先は立ち入り禁止になっておりますので入りません。この様子を見るとやはり海水は入ってきたと思います。緑地帯の泥砂が、道路側に流れてきています。金沢警察署が来て立ち入り禁止、ロープの中の立ち入り禁止の方たちに出るようにアナウンスしています。前回の15号の時にもすぐに立ち入り禁止にして季節べきだというふうに申し上げました。しばらく経ってから立ち入り禁止になっております。